え、開いて、猛ダッシュでかけていく感じ。いやいや。行きたくない。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ノートが、これ3冊とも見つかったんよね。うん、見つかったはず。やけん、これを持って、モモのところに戻りたいんだけども、戻りたいんだけども、どこだえ、こっち？あ、外に出た。なるほど。いや、もうね、前回の映してから、まあ、また、時間が経ったけん、操作方法と、あと、ストーリーの感じとかも、若干ね、ちょ、また探り探りになってくるけど。あ、こっち向いた。お？なんかメガネかけてるんだけど。おいお前、ちっちゃくて変なやつ。でもお前のことは聞いている。お前を可愛がれと強制されている気分だ。でも俺はな、でも俺はしない。なぜなら理由がわからんからだ。ほう。それでいいんじゃないかな、別に。可愛がってくれとは言ってないよ。え、待って、ももってどこやったっけ？あ、これか。ここの上なんやっけ？え、待って待って。ジャンプとかってどうやってするんやっけ？あ、あれか。マークが出たらか。そっかそっか。マリオだのなんだのみたいに自分で勝手にジャンプしていけるわけじゃないよね。マークが出んと。え、ここよね。どっから入ればいいんやっけ？危ないよ、そんなとこで寝よったら。おい。こういう天気大好き。こういう天気。天気わからんけど。いや、まあ、晴れか。晴れなのか。でも、晴れって言ってもね、これ人工的なやつなんやろ？え、待って、どっから入ったんやっけ？あそこから上に行けばいいんやっけ？待って、もう。あ、なんかめっちゃぐしゃぐしゃにしてきたけど。あそこから登ればいいんか。この辺？おし。あ、で、こっから入るんや。オッケー、来た来た。あったよ。小さい猫さん、まだノートを探しているの？あったんだよ。まず、これはもうあれか、本人がくれたやつやけん、違うやつを渡せばいいんかな。クレメンタインのノートを見つけたの？彼女は本当に勇敢だった。女なんや。僕が知る中で一番の恐れ知らずな人だったよ。さっきのは、ちゃんと最後まで、いけたんかな、会話。多分ね、ボタン間違えたんやけど、私。あ、一応大丈夫なんか。それは、ズバルテイザーのノートだよね。彼の言うことはほとんど理解できなかったけれど、彼がとても賢いことはわかるんだ。ふんふん。あ、別にボタン間違えてなかったか。んで？あと一個。この辺の楽譜って渡さんかったんかな？いや、なんかさ、このゲームね、セーブがなくって、オートセーブしかないけんさ、これちゃんと楽譜渡せんとんかな？一応、ノートはちゃんとね、集め切ったところでオートセーブされとったみたいやけど、それとも渡してもここにあるんか、楽譜は。わからん。あんま、そのままあったっけ？ドックの持ち物じゃない？彼はすごい電気関連のお得だったよ。いつも世紀の大発見をしそうなくらい。してはないんやね。待って、仲間のノートをすべて見つけたの？あれ？何そのノート？トランシーバーが直せるの？やったね。つまり、スラムの外の人と連絡が取れるんだね。クレメンタイン。ズバルテイザー。勝手にそう呼ぶ。ドック、ごめんよ。目的を見失いそうになってた。約束する。必ず外側に後方を見つけるよ。お、前向きになってくれた。ありがとう。君も脱出できるかもしれない。さあ、このボロっちいトランシーバーを直そう。それトランシーバーなの？テレビじゃなくて？
お、なんか作業に取り掛かった。あ、そっちトランシーバー。やった、動いた。一緒に来て。ふんふん。あ、もう動けるのね。おー、窓が開いた。あそこだよ。他よりずっと高いあのビルが見える？あのタワーのてっぺんにトランシーバーを設置すれば、街全体と通信ができるようになる。仲間はまだそこにいるかもしれない。脱出方法があるなら、仲間が知ってるはずだ。お、トランシーバーゲット？君は小さくて、すばしっこいから、ザークを避けられるね。君の力が必要なんだ、小さいアウトサイダーさん。僕らを空へ連れて行ってよ。ザークを避けられる？また敵が出てくる感じ？うわー、やだー。え、空に連れてく？空なんや、行くの。空から脱出するん。え、ひときわ高い塔って、あれ？え？どれ？あれ？なんかあの工事中みたいな。違う？え、わからんのやけど、どれ？え？これではないってことか。こっちにもあるもんね。ってことはやっぱり正面のあれ？ってことかな。どれとかはっきり言ってくれんとわからん。え？あれの一番上？うわぁ、閉められてるもう閉められてる。あ、落とした。え、待って。あれってことであったのかな？あれより高いのないよね。とりあえず移動して、あ、これね。はい。行きます。でも絶対途中で敵出てくるってことよね。さっきの言い方的に。やだわ。え、なに？ルーフトップ。屋根の上ってこと？うわぁ、おるやん。ここからもう違うエリアなんや。なにこれ？ん？あー、なるほどね。そういうことか。爪研ぎね。そういうことか。え、なに？手がついたんやけど怖っ。やめてや、そういうの。え、誰かここに登ってこようとして落ちた？いや、でも体ないよ。下に。え？これあの棒を渡っていけばいいんかな？敵の気を引くにはまるでニャーと鳴く。え？気引かなくてよくない？引くの？なんで？え？どっか行った。え？来た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 、やめて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 、来ないで来ないで。そういう正面から来るんじゃなくて回り込んでくる感じめっちゃ嫌やん。怖いー。いやー、だから私さ、あれなんだって。あ、よかった。登ってはこんねやね。私、青鬼のゲームの時も、言ったかどうかわからんけど、私、追いかけられる系のゲームめちゃくちゃ嫌いなんだって。なんかその、ね、敵の見た目がどうとか、デザイン的に怖くないとかそういうの関係なくね、追いかけられる系は怖いんだって。え？そこにもおるな。え？で、そこを、え、なんだ、なんだ、なんだあ、気づいた、気づいた、気づいた。くんな、くんな、くんな。え、で、こっち渡って、ひぃ！来た、来た、来た、来た。てか、待って、塔どこ？ちょ、逃げることに真剣になってさ、これか。塔がどれかがわからんくなる夜。え？どっから行けばいいんだ？これか？これに移って、向こうの室外、あ、これ、ん？これか？なんかこんなひょい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 登っていきよるけどさ、猫とはいえ、あれ？登れん。登れんのかーい。あ、思い出す。メモリー？なんか猫とはいえさ、衝撃で崩れ落ちたりするとこないんかな。今街はネオンの光で輝いています。昔は違いました。スラムでは厳しいエネルギー制限が課せられていたのです。しかし、人々は終わりない暗闇に耐えることはできませんでした。絶対それ気狂いそうになるって。まあ、人々ってロボットのことなんやろうけど。ある日、一軒の家にレインボー色のランプが灯りました。その家の周囲がネオンで光り輝いたのです。その家の住民は連れ去られ、その後姿を見た人はいません。え、どういうこと？え？明かりが灯る発端になったけんってこと？罰された。
しかし人々は諦めませんでした。家の中で光を灯すようになったのです。これでは迫害者たちも何もできません。発端の子だけで、それ以外のそこに追随した人たちは罰せられんかったんやね。こうやって人々はアウトサイドと同じように色を見ることができるようになったのです。へぇー。あの2番目のやつは？なんか、白くはなっとるけど、色はついてないよね。あれはどういう状態？メモリー発見できたん？できてないん？え、待って。なんかこれ登っていけそうな感じがして登っていけん。人間やったら逆になんか足かけていけそうやけど。え、何？どうやって行けばいいん？え、これ絶対登れると思ったんやけど。なんでこれ登れんの？登れるやろ。登れるやろ、そこは。あれ？ここ、来てなかったっけ？あ、なんかいい感じに。え、動きよる？止まっとんかい。え、待って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 。え、こっちに渡るんか。んで、あそこ行ける？行けんやん。え、じゃあ、どこ？これ、え、この辺、この辺、上がれん。え？あれ？行けるとこない、ない？お、あ、なるほど。何回かやって勢いつけんといかん感じなんやね。これまた転がすパターンやねん。え、違うかな。は。は。転がらねえ。登っても別に変わらんな。この辺。ん、今なんか、X。出てないな。あれ？いける？渡れんか。なんかどっか乗れるとこないん？そこ絶対また上からどっか行くよね。あ、そっか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 。中に入って転がすんか。よっ。よし。オッケー。なんか危険そうな場所があるな。あれ？降りた降りた降りた。この辺。ほ？あれ？待って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 。いけんな。こっち側じゃないんか。どこ？こっち？あ、こっちに転がして、そこに上がるんか。なるほどね。さっき自分でね、これ絶対使うよねって言ったけど、上から降りてくるパターンかと思った。で、あ、そっち行ける。でもこっちに、おー、なるほど。次そっち？これは上行けるんかな？あ、行ける。どんだけの、距離が飛べて、どんだけの距離が飛べんのかが全くわからん。ここはまだ来たことないとこやね。なんなんあのネバネバ肝。暴れてるなぁ。お店か？カートがある。へぇー！うわぁ、めっちゃ張り付いとるやん。そこからこっちに来る方法はない感じ？じゃないと困るよ。これなんかできるんか。ドアをハック。開くんかな、これ。開いて、猛ダッシュでかけていく感じ？いやいや。行きたくない。あ、しまった。しまった、しまった。あ、これ、待って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 。これもう一回やったら、ここ開いて、あれ？でもあっち側が今開いとんよね。え、待って。あ、こっから越えていく感じ？あ、いけるやん。なるほどね。え、で、ここ越えてどこ行ったらいいんやろ。え、でもここ、行くんやったらさ。待ってー。ちょっと待って。あっち側にもボタンある？ない？でもあっち開いとんよね。うわ、絶対行かんって、絶対行かんって。待って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 。こっち見んなって。こっち見んなって。いやー。待って来ないで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 って。うわー。はい。ちょっと待って。あそこ渡っていくんじゃなくって。もうここを突っ切るか？
開けます。あ、そっか。これでいけるんやねん。いけるやん。あー、なるほど。穴場でああやってしとけばよかったんか。あー、安全にいける。そんなスピード勝負せんでも全然いけた。やってかね、あれ、ドアが、ドア?ま、あの、塔が、ね、開いたり閉じたりしよる間って動けんのやと思っとったんやけど、なんか、あの子がやってきよる、くれよる間、全然猫側動けたね。余裕で動けたね。で、タワーどれ?これか。ほら、絶対これ、あれやん。工事中の高層マンションやん。何?まだおる?なんか。へへーん、閉じこもってる。よし。あの辺なんか降りそうな感じする?大丈夫?あの周りのは生きてない。生きてない?ほら、そうよね。工事中やんね。コーポレーション、なんとかコーポレーションって書いてる。猫?猫コーポレーション?ね、このなんかちょこちょこあるさ、この卵みたいな、なんなんやろ、卵なんかな。ウィー。で、ここか?え、違うな。え、何?どうやって行くの?ん?なんか音鳴った。え?なんだ?何するんだ?とりあえず降りる?ん?この、いや、下じゃないよな。あ、これなんか倒せそう。待って、これ倒すんやな。違う、それじゃない。こっちこっち。あ、そっから入れる。